で、なんだっけ ?TPP の話だっけ?そうそうそう。で、なんで TPP を僕は進めてる方がいいかっていうと、例えばだからさっき言ったように、その、フィリピンの人が、アメリカが TPP に入ってないんだったら、日本のものを買いますよねってなるので、TPP に入っている国グループっていうところで、商売が盛んになるんですよ。シンガポールだったり、あと何、マレーシアだったり。で、逆にじゃあさっき言ったように、TPP に入らなかった国っていうのは、そこの国に対する売り上げがめちゃくちゃ減るんですよ。そうそう。なので、僕は今トランプが抜けた今、アメリカ抜きの TPP はめちゃくちゃ美味しいと思ってるんですよ。だってアメリカって、その、やっぱ製品めっちゃ作ってるじゃん。でも、で、今の TPP でアメリカを抜きにした場合に、電化製品を作ってる国はそんなにないんですよ。なので、要は東南アジア、もともと TPP ってあのなんかシンガポールだったりとか、その東南アジアでできた話で、電化製品をめっちゃ作ってますって国はあんまりなかったんですよ。なので、そこに日本がボーンって入って、TPP の枠組みの中での電化製品をほぼ日本が占めるっていうのができる超美味しいチャンスなんですよ。なので、僕アメリカが自発的に抜けるはめちゃめちゃいい話だと思ってるんですよ。っていうのが、なぜ世の中に伝わらないのかっていうのがわかんない。なんかほら、TPP は雇用を奪うって話あるんだけど、例えばさ、フィリピンで作ってるものが、日本、なんだ?じゃあ、ナタデココとか、あと、ヤシ油とか、あと何?あと何?タロイモとかナタデココとか、まあ、農業製品だよね。あ、そうそう。タイ米とかね。フィリピンバナナ。バナナはもともと日本から作れない。もともと日本で作れないものはむしろ安くなるだけなんだけど。まあ、そういうと、タイ米かな。で、タイ米って、じゃあ今の日本で買うと、日本米とタイ米、今の日本でね、どっちが安いですか?で、タイ米と日本米があって、まあタイ米も今でも普通に買えるんだけどさ、スーパーにない。あ、ないか今。そうか。僕、あのね、僕が高校生の頃だから、1995年ぐらいに、なんかね、冷害?冷えるに害って書いて、冷害とかで、日本の米がね、全然なかった時代があったんですよ。で、米超高くてないから、タイからタイ米買いますわって言った時代があって、んで、そう、わかる、あ、おっさん多いな。でね、10キロでね、1000円とかなんか5キロ500円とかめっちゃ安かったんですよ、タイ米。で、ただ、タイ米、安かったんだけど、まあ、まずって書かれる通り、こうちょっと後で説明するけど、タイ米は日本の食事に合わなかったんですよ。で、結局、すげえ高い日本米をみんな買ったんですよ。で、その後、まあ、例外とかいうか、その日本米が不況っていう時代はなかったので、タイ米があんまり入らなかったんですけど、そう、チャーハンうまいんだよね。で、あれって、その、料理法の問題で、なんだろうな、なんて言えばいいんだろうな。例えばさ、玉ねぎと長ネギって違うものじゃん。でも、ネギですよ。で、じゃあ、カレーライスにさ、玉ねぎ刻んで入れるわけじゃないですか。で、あれにさ、長ネギめっちゃ刻んで入れたらさ、やっぱり美味しくないと思うんですよ。で、なんか、その、じゃあ玉ねぎをいっぱい煮込んでカレーを作りましょうっていう時にさ、長ネギをさ、超切って煮込んでもさ、やっぱなんか、長ネギ感するじゃん。だから多分カレーとして美味しくないと思うんですよ。だからそれは、その、食材によって合う合わないって話ありじゃねって、お前作れよじゃあ長ネギでカレーを。だでそこで、その、じゃあ、味噌汁に、まあ味噌汁玉ねぎでやすめるな。でも、すき焼きに、長ネギを切って入れるじゃないですか。すき焼きにその、ちょっと砂糖醤油で、煮込んだ感じのところに、長ネギを入れて、こう熱が通ったところに、こう卵を絡めて食うっていう。
っていうのを、料理として長ネギを食うっていうのはあると思うんですけど、そこを玉ねぎにしちゃうと、逆に味は変わるわけじゃないですか。だからその、玉ねぎでうまい、そうだね。なんだ？長ネギの方がうまい料理ってなんだ？山川鍋とかか？すいません、長ネギの方がうまい料理ちょっとなんかないですか？なんだろう。鍋。だから、長ネギそう、美味しい。鴨南蛮。薬味正解。薬味正解。だそうめんだよ。だそうめんに、お前玉ねぎ入れるかって話ですよ。だそうめんにはさ、長ネギを切って入れて、醤油とあって、さっぱりして美味しいってわけじゃないですか。そこに玉ねぎ入れるやつは、やっぱちょっとおかしいでしょ？これわかる？これわかる？あ、ようやく腑に落ちた。だそうそう。だ玉ねぎと長ネギは役割が違うんですよ。だ別にさ、だその、そうめんに玉ねぎ入れたらまずいけど、でもそれは玉ねぎは玉ねぎの美味しい使い方もあるし、長ネギは長ネギの美味しい使い方もあると。なので、タイ米と日本の単粒種の米は、使う場所が違うんですよ。はぁ。頑張った。今頑張った。僕頑張った。だから、タイ米って、糖分が少ないんですよ。日本米って割と噛み締めて甘くて美味しいっていうのと、その、でんぷん質が高いので、割とネバネバしていて、その、食感としての、食べてる感っていうのがあるんですけど、むしろタイ米はさっぱりしてでんぷん質が少ないので、そんなに甘くなくてさっぱりしてるんですよ。なので、スープカレーみたいな味が強いものに関しては、タイ米で食べた方が、カレーの味がよくわかるし、その米の味が、その、ベタベタした感じとかが来ないので、バランスが良いっていうのがあって、その、どっちの料理にあるかって話なんですよ。で、日本の料理みたいに、その、米です。で、例えば、とんかつですみたいなところに、合わせようとすると、白米単体の方が合うんですよ。でも、その、味の濃い混ぜご飯だったりとか、カレーだったりとか、っていう、その、何かの料理に米を合わせるっていうんだと、タイ米って、あんまりスープを吸わないんですよ。例えば、その、スープカレーとかで、カレー、その白米とね、カレーって、ちょっと時間が経った白米の方が美味しいんですよ、炊きたてより。炊きたての白米って水分量が多くて、で、それカレーに入れちゃうと、時間が経つと結構ベチャベチャしちゃうんですけど、タイ米ってそれがないので、割と時間が経ったとしてもさっぱりして食べられるっていう。それその、食材の向き不向きの問題なんですよ。で、これなんでこの話してるのかすっかり忘れたんだけど。で、なんだっけ ?TPP でタイ米の話だっけで、OK。で、TPP が始まりました。で、タイ米が今より安くなりました。で、今、タイ米まずいよねって言っていた方々に質問します。日本の米の値段は一切変わりません。TPP が始まったとしても。だから TPP が始まったとしても、日本の農家は日本の米を作って、日本の人に売るというのは一切変わりません。でも、タイ米は今までより安くなります。で、何が困るんですか？だから日本米を食べて買いたい人は今まで通り同じでなんで日本米が買えます。だ困るやろは困る理由を教えてください。ひょっとしたら日本米の値段は下がるかもしれません。だって日本米っていうのを他の国も買うようになるから、だから多く作れば物は安くなるから、生産者が困る。誰？だって日本人が日本の米を今まで通り食うんだったら、日本の生産者は全く困らないし、むしろ、例えばタイで、うなぎ屋さんとかあるんですよ。うな丼屋さんとか。日本のカレー屋さんとか。大戸屋ってシンガポールにあるかな？なので、日本の米が安く買えるんだったら、日本米使うよねっていう TPP に加入してる国はいっぱいあるんですよ。今だとカリフォルニア米を使ってますっていうオーストラリアの寿司屋とかいっぱいあると思うんですけど、そこがじゃあ笹錦式日本の米買えますよって言ったら、じゃあ笹錦式に買えるわっていうのもあるかもしれないわけですよ。
なので、日本の米はむしろ需要が増える可能性があります。で、外食産業っていうのがよく言われる反対案なんですけど、じゃあ外食産業で、今って日本の米使って外食産業やってますよと。吉野家とかね。で、そこがカリフォルニア米になりました。で、それがまずいと思ったら、お前ら食わなきゃいいんじゃねえの？僕それだけだと思ってんだけど。で、美味しかったら今まで通り食えばいいんじゃねえの？なんか困んの？消費者としての僕は。だからその、なんだろうな、松屋がまずくなったって言って、なんかじゃあ例えばさ、松屋がさ、タイ米で牛丼作るようになるじゃん？で、松屋がまずくなったって言ったら、お前吉野家行けばいいんじゃねえの？吉野家が日本米使ってんだったら。だからなんか、その何が困るのかわかんないんだよね。だから、なんで農家が困るのかわかんないんだよ。農家がタイ米作ってたら、多分めっちゃ困る。タイ米を作ってる農家が日本にあるんだったら、そこは潰れる。かけてもいい。ただ、日本米を作れるのは日本の農家だけなのよ。で、日本人は日本米を食い続けるのよ。で、海外で日本米を食べたいという人が今いるけど、それが高くて買えない人が買えるようになります。なので、農家は売れる量が増える可能性があります。だから減るって言ってる人って日本人がみんなタイ米食うと思ってんの？タイ米入った時タイ米食ってないよ、あいつら。僕めちゃくちゃ食ってたけどね、その時代。高校生だったから。高校生っていうかね、浪人してたんだよね。でね、友達の家に住んでたんですよ、僕。なんかね、友達がなぜかいつも鍵が開いてる謎のお風呂家っていうのがあって、で、そこに行くと誰か必ずいて、で、みんな高校生とか浪人だからお金ないから、あれここか。ここでお金ないから、飯食えないから、とりあえず、タイ米は、もらえたんですよ。なんか、タイ米買ったけどまずいわ、みたいな家が結構あるから、そっからもらったタイ米を、いかに美味しく作るかっていうのを挑戦した結果、タイ米は結構美味しく食えるっていう研究成果を作って、結構タイ米食ってました。日本の料理でタイ米を合わせるときは、お湯で炊いてください。日本のお米の場合は水で炊くと思うんですけど、タイ米をお湯を入れた状態で炊くと、タイ米のその硬い感じがなくなって割と柔らかく膨らんだ感じになるんですよ。なので、ただタイ米独特の匂いはあるので、割とその匂いの強い料理に合わせた方がいいんですけど、タイ米でそのお粥を作るぐらいの勢いでお湯で炊くと美味しいです。はい。